コーズショップの戦いは、南北戦争の4年目に入った1864年5月28日、バージニア州ハノーバー軍で、北軍ユリシーズ・グラント中将の、オーバーランド方面作戦の中で、南軍ドバート・イーリー将軍の北バージニア軍と、対抗した戦闘であるグラントは5月23日から26日に、行われたノースアンナの戦いに続く、膠着状態を放棄し、 再度リー軍の右翼を大きく回り込んで、パムンキー側を遮蔽にして南西に動いた。リー軍はまっすぐ南に動き、トトポトミークリークの南岸に陣地を取った。南軍は、ベイド・ハンプトン少将の指揮する、騎兵隊を派遣して、グラントの次の動きに関する情報を集めさせた。5月28日、ハンプトン隊が、デイビッド・マクマートリーグ・レッグ准将の指揮する、 北軍騎兵隊に遭遇した。それに続いた戦闘で騎兵が馬を降り、防御のために土盛り工作物を使ったものとなり、両軍とも勝利につながるものを得られなかった。グレッグはアルフレッィ T.A. トーバート殉将師団のニコ旅団、およびジョージアームストロングカスター殉将の旅団の援軍を受け、渾身の攻撃をかけたが、その時にハンプトンは撤退の命令を出していた。 7時間続いた戦闘では決着がつかなかったが、オーバーランド方面作戦の中では2番目に重要な騎兵戦となり、この戦争の中でも犠牲の多いものとなった。両軍ともに勝利を主張した。北軍フィリップ・シェリガン少将が指揮する騎兵軍団は、ハンプトン隊を戦場から駆逐し、北軍騎兵隊の優秀さを示したと豪語した。しかし、ハンプトンは、 北軍機兵隊の攻撃を7時間持ちこたえ、その偵察対象に当たることを阻止し、グラント軍の配置についての貴重な情報をリー将軍に伝えることができた。ノースアンナの戦い後のオーバーランド方面作戦の動き、1864年5月27日から29日南軍北軍、ノースアンナの戦い後、グラント軍とリー軍は、その対面する土モ工作物の中で、 公着状態となった。グラントはこの方面作戦の中で、荒野の戦いとスポットシルバニアコートハウスの戦いの後で2回やっていたように、リー軍の右翼を回り込み、南軍の首都リッチモンドに近づいて、リー軍を海戦に引き込もうと期待していた。まず真東に動いてパムンキー川を渡った。直接南に動いていたならば、リトル川、ニューファウンド川、 サウスアンナ川と三つの川を渡らねばならず、リーが操作できる小さな障害になっていたはずだった。パムンキー川の東岸では南軍から効果的に遮蔽され、さらに川沿いに新しく作られた基地であるホワイトハウスランディングから補給を受けることもできた。しかしグラントは移動を始める前にリー軍から離れるという問題に直面することになった。両軍は接近して退治していただけでなく、 グラント軍は当初のスワンラ川を越えて北に動く必要があったので攻撃を受ければ大変脆弱な状況になるはずだった。グラントはその意図を隠すために一連の偽装工作を行うことにした。5月26日、ジェームズ・ H ・ウィルソン准将の指揮で騎兵士団をリトル側に送って南軍前線の生誕を探らせ、一方でアルフレッド・テ A ・ー・エイ・トーバート殉相と デイビッド・グレック淳将の騎兵士団の兵士を、グラントがトカを計画するパムンキー川の地点の10マイル上流に、あるリトルページ橋とテイラーの浅瀬に派遣した。リーは、ノース・アンナの戦いの時に下痢を発症して、起き上がれなくなっていたために、この時もテントの中におり、グラントの行動に幻惑され、北軍はこの方面作戦で初めて西に動こうとしていると想定することになった。 国軍の不評隊は5月26日の日暮れ後に、密かに撤退し、27日の朝までには、無事に、ノースアンナ川の北に出ていた。アンブローズ・バーンサイド少将の指揮する、第9軍団と、ウィンフィールド・スコット・ハンコック少将の指揮する、第2軍団が川の渡下地点を守る位置に止まり、一方がバヌーは、ウォーレン少将の、第5軍団とホレンショライト少将の、第6軍団は、 フィリップ・シェリダン少将の騎兵隊に引導され、南東に約34マイルのハノーバータウンに近い都価地点に向かって行軍を始めた。リーは敵軍が離れてしまったことに気づくと、その軍を速やかに反応させて動かした。リチャード・イーチ・アンダーソン少将とリチャード・イーウェル中将、AP ・ヒル中将指揮下の参考軍団を、リッチモンド・フレデリックスバーグ ポトマック鉄道に沿って南下させ、その後は陸路をバージニアセントラル鉄道のアトリー駅に向かわせた。そこはリッチモンド市の北わずか9マイルの地点だった。そこではトトポトミークリークと呼ばれる水流の背後に都合よく陣取ることができ、グラント軍が鉄道をあるいはリッチモンド市に向かって動いても守ることができた。パムンキー側の南岸下流にノースカロライナ騎兵隊の 小さな旅団を派遣して、可能な限り北軍の前進を偵察し、嫌がらせをかけさせもしていた。この後軍の間、リーは、その病気のために、荷車で運ばれていた。イーウェルも同様な症状で寝ており、救急車で運ばれていた。その状態は重篤であり、一時的に、ジュバル・アーリー少将に指揮権を渡していた。5月27日、北軍機兵隊がパムンキー川の南岸。 ラブニーの浅瀬に、共闘法を構築した。ジョージ・カスター准将のミシガン騎兵旅団が、浅瀬を守っていた、南軍騎は紹介兵を蹴散らし、公兵一個連隊が船橋を構築した。カスターの部隊は、セーラム協会の北で、南軍フィツヒューリー少将の騎兵隊、ブラッドリー・ティー・ジョンソン大佐のメリーランド第一連隊、ジョン・エベイカー大佐のノースカロライナ旅団と、 活発な戦闘を行った。南軍は大勢な敵の圧力に屈して後退した。この時トーバート師団の残りが川を渡り、その後にグレッグの騎兵師団、不評の師団と続いた。リーはグラントに対抗する最良の防御陣地がトトポトミークリーク南岸にある低いオネだと分かったが、グラントの具体的作戦について確信が持てなかった。グラントが ハノーバータウンで力づくでパムンキー川を渡る糸で、なければ、北軍が南軍の側面を突き、直接、リッチモンド市に向かうことができるはずだった。リーは、ウェードハンプトン少将の騎兵隊に、威力偵察を行って、北軍騎兵隊の射兵を破り、北軍不評隊を見つけるよう命令した。ウェードハンプトンは戦死した、J.E.B. スチュアートの後を継いで騎兵軍団を指揮する。 候補者二人のうちの一人であり、トマス・ロッサー巡将の指揮する、ローレル旅団を連れてきていた。もう一人の候補者とは、フィッツ・ヒューリー少将であり、ウィリアムズ・シー・ウィッカム巡将の旅団を伴っていた。ハンプトン隊の残りは、ジョン・アール・シャンブリス巡将の一個旅団と、ジョン・エイ・ベイカー大佐の旅団の一部、マシュー・シー・バトラー巡将の新しい旅団、および、騎馬砲兵隊のいくらかの部分で構成されていた。 ハンプトンの騎兵隊に直接対抗した北軍騎兵隊はデイビッド・マーク・マートリー、グレッグ殉将指揮下の第二師団であり、ヘンリー・イー・デイビーズ・ジュニア殉将と、ジェイ・アービング・レッグ大佐の二個旅団で構成されていた。この戦闘の後半で到着した援軍は、アルフレッド・ティエトーバート準将の師団、ジョージ・カスター準将とウェズリー・メリット準将の旅団、トマス・シー・デビーン大佐の旅団から一個連隊だった。 ポーズショップの戦いの動き5月28日午前8時、ハンプトンはアトリーの駅から出陣した。グラントの不評体がパムンキー側に架か,かる船橋を渡る間に、グレッグがその騎兵師団を率いて、ハノーバータウンから西を探ってリーを探し、一方で、トーバートの師団はハノーバーコートハウスの方向にあるクランプのクリークに沿って紹介を始めた。 ハノーバータウンの西3マイルで、頬の店と呼ばれる大きな鍛冶屋の先1マイルに、エノン教会のところで、グレッグの部隊がハンプトン隊に遭遇した。南軍の騎兵は、林のある地域で下馬しており、急ぎマルタやレールを使って、強壁を作っているところであり、砲兵から10分にエゴを受けていた。デイビーズが、ハンプトン隊の前面に、 ニューヨーク第10級兵隊の紹介部隊を配置したが、ハンプトン隊の前衛である、バージニア第2級兵隊が、その紹介部隊を交代させた。南軍は、エノン教会の背後にある森で、ウィッカムのバージニア機兵4個連隊に前線を作らせ、ロッサーの部隊と、キワ砲兵をその左翼に置いた。その部隊は、浅い射撃号を掘り、丸太とフェンス用レールの強壁で退治した。北には、 クランプクリークの湿地がある支流、南はミルクリークがあったので、陣地を変えるのは不可能だった。ハンプトンは勢力に劣る北軍を眺めて、我々は今望むところにヤンキーを捕まえたぞと言ったと伝えられている。ハンプトン隊が攻撃できる前に、アービングレックのお旅団が到着し、デイビーズ隊の右手に移動しその側面を伸ばした。北軍騎馬砲兵に古代隊が、項の家、 オークグローブの真似死で大砲を据えた。南軍の乗馬しての突撃の後を下馬した兵士が追い、ペンシルベニア第一期兵隊に撃退されたが、ペンシルベニア部隊は、間もなく両側面を突かれた。ニュージャージー第一期兵隊の下馬した兵士が、その救援に駆けつけ、戦線を安定させた。ハンプトンは、サウスカロライナ第四期兵隊の新兵をその右手に送り出し、 デイビーズの次の突撃に、銃火の壁で応じた。これら南軍兵は、エンフィールドライフル銃を携行しており、北軍機兵が装備していたカービン銃よりも射程が、優れていたので、256名を戦死、または負傷させた。デイビーズが戦場に乗り入れた時に、そのサーベルが、ミニエ銃弾によって2つに折られ、馬の尾が切り取られた。 北軍兵は7連発のスペンサー連発銃を装備していたので、その反撃も激しかった。あるペンシルベニア兵は、その部隊200名で1万8000発を発砲したと推計した。そのカービン銃が大変熱くなったので、それを冷ますために時々発砲を休むしかなかった。デイビースタイの最初の攻撃が急停止させられたので、アービングレック・旅団の攻撃が南軍を、 押しのけられなかった。デイビッド・グレッグが、トーバートの師団からニコ旅団を抜いていたシェリダン隊から援軍を派遣した。ウェズリー・メリット巡承指揮下のトーバートの予備旅団が、グレッグの前線を右方向に伸ばし、ハンプトンが新しく到着したシャンブリスの旅団で、側面をつかせようとした動きを阻止した。ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将の第二軍団が北に約1マイルに、 控えていたので、援軍に呼ぶことのできる不評部隊は、豊富にあった。シェーリダンが、そのような援助を要請したという文書による証拠は、ないが、シェーリダンは何年も後の美暴力で、ジョージ・ミードの指揮するポトマック軍からニコ旅団を求めたと主張していた。ミードは、ハンコックの部隊兵があまりに疲れていたので、その要請を断ったと考えられている。 ジョージ・カスター淳将が指揮するトーバートのもう一つの旅団が午後4時頃に到着した。カスター隊は下馬して、あたかも不評であるかのように長い2列の戦闘隊形を組んだ。しかし、カスターはその部隊を前進させるときに乗馬したまま帽子を振って敵軍に十分に見せるようにし、その子敵隊にヤンキードゥールを演奏させることで兵士を鼓舞した。北軍機兵はこの攻撃で、 激しい銃火と砲撃を受けて41名を失い、向こう水なカスターの場合は、この戦争で7頭目となる馬を失った。カスターは後にその余談が、ポーズショップの戦いで、この方面作戦のどの戦闘よりも多くの損失を受けたと主張していた。一方、戦場の北端では、南軍が北軍の下馬した騎兵を不評だと見誤り、これをハンプトンに伝えていた。 ハンプトンはその騎兵隊が不評の攻撃で孤立し圧倒されることを心配し撤退を始めさせる命令を出した。ハンプトンは捕虜からパムンキー川を渡っていた北軍に古軍団の位置に関する情報を得たところであり、それは自分に与えられた偵察任務が十分に果たされたことを意味していた。南軍の閣僚団は北から南に交代した。シャンブリス・ロッサー。 ウィッカムの旅団が離れると、ラトリッチとジョージア第20大隊が発見された。カスター隊が突撃をかけることでその状況の有利さを活かし、ジョージア部隊を圧倒し、その指揮官であるジョニ M ・ミレン大佐を殺し、多くの兵士を捕虜にした。デイビースの旅団がこの攻撃に合流したので、残っていた南軍の戦列が崩れて改装したが、夜が来るまでに、 ハンプトンの騎兵隊は無事とトポトミークリークの西に移動できた。ホーズショップの戦いは7時間以上継続し、1863年に起きたブランディステーションの戦い以来となる損失の多い騎兵戦となった。ほとんどが下馬した騎兵によって戦われ、その多くが土盛工作物で守られていたので、東部戦線で以前にあった騎兵戦と比べて異常な戦闘となった。 北軍の損失は、グレッグの師団で256名、カスターの旅団で41名だった。この中には、ミシガン第5騎兵隊の兵卒ジョンハフが含まれており、イエロータ版の戦いで、J.E.B. スチュアートに致命傷を負わせた兵士だった。南軍の損失が公式に報告されることはなかったが、北軍は戦闘後に、敵兵の死体187体を埋葬し、 負傷兵40ないし50名を回収し、サウスカロライナ兵80名を捕獲したと主張していた。グレッグは超えることのできないような勇気とやけくそで抵抗した南軍に敬意を表した。後に、この戦闘は第2師団が最大級に厳しかったと常に見なしていたものだったと記していた。両軍がこの戦闘での勝利を主張した。シェリダンはハンプトン隊を 戦場から駆逐し、再度北軍騎兵隊の南軍騎兵隊に対する優秀さを示したと豪語した。しかし歴史家のゴードン例は、ハンプトン隊がトトポトミークリークの前で孤立し脆弱になっている間に、シェリダンがその部隊を破壊する機会を逃しており、その騎兵軍団全軍を当てておれば、それを成就できたかもしれないと批判していた。また、 ハンプトン隊の後に回る道路のいくつかに部隊を動かすよりも損失を出すことになる正面攻撃に労力を使っていたともしていた。ハンプトンの勝利の主張もそれなりのものがある。シェリダンがリー軍の配置を知ることを阻止し、北軍の前進を7時間遅らせていた。リー将軍は求めていた貴重な情報を手に入れていた。この時リーは グラントが力ずくでパムンキー側を越えたことを知ったが、グラントが取る次の手段についてはまだ不明のままであり、それゆえにその後の展開を待った。両軍は5月30日のトトポトミークリークの戦いで戦うことになった。ありがとうございます。